RV ミノ110使ってるんだけど、まあ、理由としては、まあ、ここ最近一気にクリアアップしてきてるっていう。で、あと風もねそんなに今日ないんで、ちょっとルアーの力が強すぎるとなんだかんだで魚逃げちゃうんで、この水押し弱めの、まあ言うたら水の中を切り裂いていく感じ、スピードで騙す。逆に風が強い時とか、ちょっと魚がレンジが深いとか、まああとちょっと濁ってるとか、そういう時リレンジはね、あのジャークした時にしっかりボディが水を押すんで、バスに存在気づいてもらえるんですけど、こんだけクリアになって風もそんな強くない状況やと、まあこの時期の給油し強すぎるルアーはまず逃げます。飛ぶな。よいしょーい。ゴーストギルね、水温12度、水温12度で、これ水温12度ジャークベイトマジック、上流まあまあ流れガンガン効いてるけどね、全然まだバス元気、これですわ。たまんねー。まあね、まあ、確かに給油し昔に比べれば難しいなったけどね、こうやって魚釣れるんで、ちゃんとバスに合わせてやったら魚がいなくなっちゃったわけじゃないから、賢くなっちゃっただけの話で。かといってライトリグじゃないんですよね。
その辺はやっぱバスフィッシングだ。面白い。ね、冬の給油し、まあまあ言うてまだ初冬ですよ。どの釣りを取るかですよね。テトラの穴で、もちろんテトラは釣れます。ライトリグね、穴の中に丁寧にダウンショット入れたり、ネコリグ落としていったりね、地蔵になって粘ればもちろんバスはいます。ただ寒い中俺は我慢できないんでジャークをやってる。忘れた。ほら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 これですよ。ほらジャークベイトなんですよ。ジャークベイトの釣りマジで楽しい。最高。釣れちゃうんだわ。だからね、この場所を真似するんじゃなくて釣り方を真似してほしいね。いや場所とか関係ないから、まあ関係あるけど。まあでも何が大事ってやっぱ投入するタイミングであるとかね、ジャークベイトが有効なタイミングとか、あとはもう何を言ってもアクションですよ。これはジャークベイトのアクション、この辺はね、ほんと動画見てアクションの付け方を参考にしてもらいたい。これはまた来たよ。どうしたこれ、連発やん。バレそうやなこれ。よいしょ、バラすなよ、ジャンプすな。よいしょ、ほら見て、ほら4本目。すげえなこれ。これね、こういうことっすわ。これがジャークベイトの力。すごくない、マジで。これ4本目だよこれ。アルビミの。これじゃないんですよこれ。アクション。マスが好きなアクションを説明しても難しいんやけど、まあ、このせっかくねこの胸カメラ、胸元のカメラで手元の動き撮ってるんで、参考に真似してみてください。はい。まあ、ジャークベイト本当に極めたいと思う方は。どんどん来てください。冬の間はずっと釣れる、ぜひ釣れるアクション学びに来てください。多田さんの給油しながらガイド随時ゲスト様募集中でございます。